桃岩尾禅寺、桃岩尾禅寺、桃岩尾寺は、愛知県名古屋市千草区四谷通りにある、総当州の寺院。3号は、泉達山。天文年間、末森城主であった、織田信幸が父、信秀の母大を弔うために、城の南に位置する、尾張国愛知軍なるみそを末森村に本末に、建立した。後に、現在の小築町に、開地となったが、 小徳2年、または小徳4年に現在地に移されたとされる。会期は、織田信秀とされており、会さんは、流仙寺臨重二十世、次元寺三世住職などを務めた海王元春。桃岩尾寺の事号は、信秀の法名、桃岩尾道美、大禅城門から取られており、絵心創図作とされる、聖完全音母殺像を本尊とし、桃秀が所有していたと伝わる弁天画像や、 地区部等から誕定した十五道時像を守護神として祀る。2013年、当時の住職が、寺が、道区清澄町と元山町で所有する土地を寺の役員らに、無断で、計2億1400万円で売却し、その代金を、住職を介護し、住職に代わって、預金通帳や印鑑を管理していた同居女が、宝石等の購入に充てていた。2015年、 名古屋国税局の税務調査で二人の不正が発覚した。2016年、寺は畜佐警察署に刑事告発した。2017年、寺は二人に大使約国億2000万円の損害賠償請求訴訟を起こした。2018年、愛知県警は二人を業務上横領容疑で名古屋地方検察庁に書類送検した。裸、弁廷や換気物。 日本一とも言われる直径1メートルの木魚などのほか、年に2回ご回唱される眠り弁天でも知られる。上山八万宮の西南に位置するよう輝きそうの敷地南端に面した一角に、信秀の墓石と三木の五輪塔があった。墓石は、信秀250回忌の完成13年に再建されたもので、信秀と新行に加えて、柴田勝家の名も記されていた。 1951年、信秀没後400年にあたって、桃岩尾寺境内に移された。1月1日5日と5月7.8日に御開帳が行われる。座高10メートルの巨物で1987年に混流された。北下良郡下良町に総林島を置く。ありがとうございます。